詩品は、中国南北朝時代の南朝張りの小坂が、編纂した、文学評論書、全三巻両書、随書形跡史などによると、本来の署名は、詩表であり、現在の署名である、詩品が、通称として定着するのは、壮大以後である。評価の対象は、ごことのみに限定し、漢から南朝貼りまでの詩人二十三人を、神、中、 下の三品に分けて品評する。同時に、その源は国風にいず、国旗は、木高、白彩りは、かしげる、城は、雅城恨みを兼ね、体は、文質をこむる、明は金庫にあふれ、卓南寺として群せずのように、その詩風の文学的な由来や特徴、弱点を論断する。さらに時には、孔子の門、もし死を世を売れば、 すなわち、高未期は道にますり、思いをは室に入り、形容、藩、陸は、おのずからローブの間にいますべし、骨節は、社孔によりも強く、駆ける進むは顔のべよりも都市のように、同じ、ランクの詩人たちの間でより細かい優劣を、品評することもある。また、詩人の代表作に言及したり、修句を断片的に、引用することで、その出来栄えを批評したり、 公論祭人のような詩人にまつわる逸話を取り上げ、その人物像を浮かび上がらせたりもする。序文は独立した文学論となっており、内容は死の発生論、五言詩し論、四言詩と五言詩の比較論、修辞論、同時代文学への批判など、著者独自の文学界が展開されている。以来の伝統的な四を、 踏みしげにして、い少なきに苦しむとするのに対し、それよりも新しく通俗的とみなされるごことしを、ことを差し形を作り、情を極めものを移すに、最もつまびらか切たるものとして、その優位を主張し、文字のようにおり、これ終作の地味あるものなりと断定する。また、思索において、率直な心情と、自然な表現を重んじる立場をとり、 当時流行していた陳薬に代表される、永民体の成立重視の詩風や、元のノブ・ユラに代表される天皇を重視する詩風を通列に、批判する。これらは、ほぼ同時代の文学理論書である流教の、文心潮流が、五個都市のみならず四個都市にもその良さも、認めていることや、成立や天皇についても、その角の使用を今占めるにとどまり、基本的には、 肯定的立場を取るのとは極めて対照的である。ありがとうございます。